こんにちは。ランニングなんとか終わりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、はい、感想後ですね、はい、今日僕らがお昼ご飯を食べに来たのを見てください、はい、あちらです。ででん、ダイバーシティ東京でございます。お台場ですね。お台場です。いいですね。じゃあ出発しましょう、はい、どちらになりますか。ですね、なんか噂のなんかラーメンがあるのかな、あ、そうなの、わかんないですけど、なんか行くそうです。はい、ユニコーンガンダムらしいのでちょっとそれも見てみたいですね。 OK です。はい、行きましょう。山下公園には、うん、あの初代ガンダムいますし、こっちにはユニコーンがいるので、うん、はい、どんなやつなんでしょうか。ユニコーンがいる。ユニコーンらしいです。へ、普通のガンダムじゃないらしいです。あ、なるほど。見てみたいですね。はい、はい、じゃあ今日はガンダムということで。はい、ガンダムですかね。ライダーじゃないんですよ。はい、ライダー欲しいですけどね。ライダーどうぞ。あ、おいしいです。おはようございます。さて、ダイバーして買いましたね。ドラえもんがいました。表にはドラえもん、裏にはガンダムと。ここはキャラクターの宝庫でございますね。じゃあ次はどんなキャラクターに会えるんでしょうか。そして僕らはフードコートでどんな飯を食えるんでしょうか。楽しみですね。冒険がいよいよ始まります。あ、あれがクロミちゃんですね。サンリオショップ。馬さんの動きだった。デザートみたいなの持ってるのね。鬼滅の刃がありますよ。鬼滅あります。あ、クリステルでこうなんですね。すごいですね。ダイバーシティ東京のお店はここにしかないっていうお店が結構ありますね。ありますね。すごいですね。すごいですね。東京の駅にも東京キャラクタースイートみたいなのありますけど、あれとはまた違いますね。いろいろしますね。ビッグカメラですね。ビッグカメラですね。わあ。すごい甘い匂いがしますね。甘い匂いしますね。すごい。大丈夫かな。たびにはなかなか染みますね。取りすぎるとまた太っちゃうので太らないようにしてます。確かに。頑張ります。スイーツですね。スイーツですね。台湾カステラ最近流行ってるんですよね。あ、そうですね。食べたことありますか。まだないんですよ。ないですね。私もないんですよ。中華街とかに売ってるんですかね。どうなんですかね。なんかセブン、あ、ローソンであったような気がするんですけど、まだスイーツなくて、まだ会ったことがない。また会えないので、ちょっと食べてみたいですね。はい。はい、それではお昼ご飯届きました。僕はですね、今回はあちらにありますスタ丼、スタ丼からですね、ありまして、こちらです。塩スタ丼、飲んでいました。ランニング後は汗をかいて塩分不足してくるので、これで、塩分取っていきたいと思います。まあ、走ってるので、タンパク質も大事ですね。大事なのでこれでリカバリーしていきたいと思います。太ももとふくらはぎちょっと痛いので、これでそうですね、明日からまた元気にいきたいと思います。はい、これもありますけどね。1位の中志です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。田中商店の、はい、はい、豚骨ラーメンの、はい、はい、ありがとう、はい、ありがとう、はい、海苔に書いてるんですか。海苔に書いてる。マラソンスタートなんでデブエルと、うん、オッケーです。じゃあ何よりいただきます。そうですね、見てください、この肉の光を。すごいですね。この中にどんだけのタンパク質があるんでしょうか。私が笑っちゃってますよ。塩がすごいね。うん、うん、
噛めば噛むほど塩とその味が出てきます。いいですね、食べたいですね。ご飯も一緒にいただきましょうか。うん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 、これは何ですか。じゃあ、お皿に。こちらはですね、山芋でございます。山芋は最初からついてるんですか。うん、なんかついてました。なるほど。なんか技ありだそうですね。ちょっと混ぜてみましょうか。私、指はいらない。なんか混ぜてみて。はい。とろみをつけてから。醤油はないですね。醤油ないですね。はい。ちょっとやってみましょうか。あっさりしたいとおすすめですね。これはあの使用したとですね。で、山芋がついてました。結構ニンニク効いてるんですよ。あ、ニンニク入れたんですか。知らなかった。ゆかりさんは何ですか。初めて聞きました。これは天丼です。おいしそう。半分ずつ食べます。はい、あ、大きいと半分ずつですね。はい、いいですね、ラブラブです。さっき朝食べたからね。リンと親子はラーメンです。はい、このプリント、はい、プリントの海苔を感動してもらって、はい、私がさっきありがとうって書いてあるんですね。すごい。アライダーどこにいるんですか。アライダー今買ってる。新井さんに突撃してくれます。買いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ何を買ったんですか。はい、私はですね、サンリオショップでクロミちゃん特集をしているので、はい、マグカップですね。こちら500円が 30% 引きで、結構385円で買えるのですから、お得だなって、普通に買ってもいいなってぐらいでした。こいつ割れてるんだね。ゴーのティータイム用に買えます。ここ限定ショップなんですか。限定ショップなんですよ。あの最近サンリオクロミちゃんを教えてる、はい、服だったらダイバーシティ来たらやりたいなと思って、前々からネットで見て気になっていたので、今日は良かったですね。夢が叶いました。良かったです、ね、夢はこうして叶えていくんです ね。はい、これだ。分かんない。あ、シナモロールのあれ。なんか、勘ですか、勘ですか。勘で書きますか。時間があると全部数えたいですよね。そうですね、ちょっとなんか皆さん待たれているようです。47にしますよ。ワン、はい、もう分かんないので47にして外れたらごめんなさいっていうことで、 OK です。これで、はい、優勝します。 OK です。あ、決まった。ちょっとこれやばいな。こちらを入れたいと思います。はい、重いよ、届け。 OK、はい、じゃあ頑張ります。はい、107番です。107、はい、ね、はい、ようですが、はい、ガンダム見れなかったですね。あ、そうですね、ガンダムはちょっとネットで見ます。はい、ガンダムは横浜で見た、はい、山下公園ですね。あれで見ます。なんと山下公園の方は動きましたよね。あ、違う、動くわ。あ、動くんですか。あ、そうなんですか。昨日動くわ。それは分かったですね。次回もしあのツイッターのクロミちゃんキャンペーンに当たったらまた来ると。はい、当たるとですね、47分でした。お疲れ様です。心配でしょうか。はい、階段の、はい、ね、ガンダムしか見れなかったということで。はい。はい、ガンダム、変人は、細胞は、だと思って。はい。ちょっとね、この私はドラえもんがちょっと見たかったんですよ。だけど、なんか時間がやっぱ合わなくて、ちょっとブーブーうるさいですね。見れなくて残念でした。残念でした。じゃあまた。また。会いましょう。会いましょう。バイバイ。